多様な可能性はウルさんの今日を作り、無限の潜在力はウルさんの新しい明日を告げます。創造と品格、明日の希望が生きているウルさん。市民と共に作っていく幸福の都市、ウルさんの夢が始まります。大韓民国の産業の礎石となったウルさん。ウルさんは休まず成長し、大韓民国の経済発展の基盤を設けました。ウルさんの心臓であるテワガンの奇跡は都心に緑の生命力を送り、青色一色の空と海は自然と人間との共存を表し、皆が夢見るグリーンシティを完成しました。大韓民国の無窮無尽な可能性が最初に昇り、明日に向けて灿爛たる光を吹き出しているウルさん。ウルさんのまたの名は希望です。ウルさんが希望の都市として躍り出られた原動力は、自動車、造船海洋、石油化学の三大主力産業があったからです。人口120万の都市では類例のない輸出1000億ドルの成果を上げ、ウルさんを世界的な産業首都として躍り出させました。そして止まらず休まない努力で、新しいビジョンに向けてウルさん初の創造経済を公開し、驚くべき挑戦を続けています。三大主力産業に ICT を有複合化して競争力を強化し、エネルギー、電池、新素材などの先端産業を育成して第4の主力産業に育てていきます。ウルさんの未来の基本産業である東北アジアのオイルハブ、高付加価値産業である物流基地から金融基盤まで、世界の4大オイルハブとして位置づけていきます。長さ 8.38km、 全世界で3番目であり、国内最大の単景観吊り橋であるウルサン大橋は、ウルサンの新しいランドマークでありながら交通の要衝になり、市民の誇りにもなります。未来に対する継続的な挑戦で眩しく発展していくウルサン。ウルサンのまたの名前は創造です。未来の成長動力を創出していきながら、大韓民国の創造経済を実現しているウルサンは、観光や文化インフラを拡充して新しい価値の創造にも力を注いでいます。365日、見る、聞く、感じる楽しさに満ちたウルさんの多彩な魅力。若さの歓声が響くヨンナムアルプスを中心とした山岳観光、都心の中の緑の庭園で一服できる生態観光、最初に昇る太陽をお迎えできるカンジョルゴッテや眩しい秘境の海、波を分けながら力強く遊泳するクジラの姿を追っていく海洋観光、先史人の息吹や半万年の歴史を体験できる歴史文化観光、そしてさまざまな公園や展示や祝祭はウルさんの物語をより豊かにします。誰もが暮らしやすい理想の都市ウルさん。教育インフラの底辺拡大はグローバルな人材の養成や専門人力の強化につながり、カスタマイズされた福祉はウルさんの隅々に温かいぬくもりを届けます。多様な文化インフラの拡充は市民たちの創作意欲を高め、高い品格の文化都市としての位相を示します。いつも人を中心に考え未来を準備するウルさん。ウルさんのまたの名前は感動です。数多い名前の中、さまざまな魅力、特別な人たちと無限の未来。
これらすべてがまさにウルサンです。ウルサン広域市